霊障から一週間ほどして先輩から催促の電話があった。顔出せっつっただろうが。忘れてた。あんまり登場させたくないので仮名だけつけておく。 H 先輩は俺の5つ年上で、上司としてわがまま放題を俺に押し付けた人だった。その頃俺は社会の右も左もわからないガキだったから、ことなかれ主義で H 先輩にいやいやくっついていたんだが、同じ社にいた彼の犯行分子からも目をつけられて、結局退職するに至ったんだよ。数年ぶりのボロい社屋を訪ねると、在社当時よりももっとメタボに傾いた H 先輩が重そうな腰を上げた。俺は頭は下げたが非好意的な表情をしていたと思う。勧められた椅子を使うまでもなく、俺たちの交渉は決裂する。 H 先輩、社に戻れ。俺、戻りません。悪の強すぎる人だから部下が居つかないんだろうなとすぐに分かったからさ。で、H 先輩、働いてんの？俺、今職を探してる最中です。 H 先輩、じゃあいいじゃねえか。俺、よかないですよ、ここ以外で探します。 H 先輩、嫌われたもんだな、電話までしてきておきながら。あんたにしたんじゃねえよと心の中で毒づきながら俺は黙ってた。実際ここに連絡を取った本当の目的は復職への足がかりにしたかったからなんだ。 H 先輩が健在と知ったらその気はなくなったけどね。 H 先輩、まあなんだ、正社員になるかどうかはともかく、外注としてこの仕事を受けない？俺が誇示してたもんだから先輩が折れてきた。外注って発想はなかったな。俺、どんな仕事ですか？俺ブランク長いですよ。 H 先輩、だから簡単なやつね。ユーマチって知ってるかな？妙に丁寧な説明なのが気味悪かったが、俺は話を聞くことにした。俺知ってます。ギリギリで市内に入ってる僻地ですね。俺の住んでいる市は県内で一番の面積を誇っている。でも中心の駅の周り以外はほとんどが田園か山林に組みしていた。夕町なんてのはちょっと前まで郡だったところだ。 H 先輩、そうそう、突風被害に遭ったとこだ。その被災地が手つかずの状態で残されてるらしいから、ちょちょっと行って写真撮ってきてくれ。話を進めにくいのでバラすと、俺の元の職場っていうのはフリーペーパーを扱っている弱小出版社なんだ。市、近隣含むの地域情報や広報を掲載して読者をつかんでる。こういう雑誌って見たことあると思うけど、スポンサー広告がほとんどだろ。俺のところは大手のクライアントが一つ常駐していて、ペーパーの質を高めるためにプロのライターを派遣していた。それが H 先輩だから、この人は偉そうなんだ。先輩の言う突風被害っていうのは新聞の地方版に載ってたから俺も知ってた。傘が飛ぶとかテントが倒れるとかってレベルじゃなくて、山林が根こそぎ傾くほどの規模だったらしい。なんで先輩が行かないんですかと聞こうとしてやめた。荒れて侵入も難しい現場に行く気がなかったんだ、この人は。写真を撮って来られるようなところなんでしょうね。地割れを飛び越えて行けって言われても無理ですよ。依頼者が H 先輩なだけにしつこく確認する。全然大丈夫、危ないと思ったらそこで引き返しゃいい。地元情報誌としてのメンツが保てりゃいいんだ。なるほど、それらしい写真が 2,3 枚掲載できればいいわけか。給料は？
これも念押しすると期待程度の額を提示してきた。おし、やります。締めはいつですかと聞くと、シャーシャーとして答えるクソ H。 今日の18時合流だ。デジカメで撮ってネット喫茶から送ってくれ。はえーよ。時計を見ると11時半。現場到着まで2時間はかかる。なんとかなるか。引き受けてから気づいた。あ、サナちゃんを12時に迎えに行く予定だったんだ。現場は予想以上にさんさんたる状態だった。山というほどの奥地ではなく、村落から10分ほど入ったところの麓の林の中。どう吹いたのかわからない嵐は中心部から放射線状に大木をなぎ倒していた。重い塊が落ちた跡みたいだ。思わずミステリーサークルを思い出した。サナちゃんはいつものように俺を待たずに先に歩き出した。そう、家に帰してから仕事に来ようと思っていたのに、目を輝かせてついてきたんだ。すごいエネルギーですね。直径60センチはある木の折れた幹を見下ろしながら、サナちゃんはつぶやいた。自然っていいな。この光景を目の前にしての言葉とは違わないか、それ。血がめくれ上がって何十本もの根が露出している場所で一枚撮る。被害のない場所から被災した上空も一枚。鬱蒼とした林のその場所だけ快晴の空が丸見えだった。数十センチの穴がそこかしこに開いてるし、枝葉は上から降ってくるしで、あまり長居したい場所ではない。残りの数枚を撮るとサナちゃんの待っている倒木まで戻る。彼女の上には光が降っていた。綺麗な栗色の髪と細い肩と、そして紅茶色の瞳が金色の日光に溶け込んできた。思わずシャッターを押すと、気づいたサナちゃんは俺に笑顔を向けた。あ、お帰りなさい。退屈だったろと聞くと、いいえ、気持ちよく充電できましたと笑う。何か見てたのともう一度聞くと、サナちゃんももう一度とても明るい笑顔で、今は見えません、誠さんといるときは見えなくなりましたと答えた。夕町にはネット喫茶なんてもんはないんで、というかネット環境が来ているかどうかも怪しい。すぐに幹線沿いの店に飛び込んだ。メールの設定をし、撮ったばかりの画像をハードに流し込む。さすが1000万画素、画質のクオリティは高い。5枚ほど添付して送信した。はぁ、終わった。あの人の仕事はこれだから嫌なんだよと愚痴ると、隣でパソコンを覗き込んでいたサナちゃんが急に俺の胸に頭をすり寄せてきた。驚いたが、なんとなく自然な気がした。余計なものが見えなくなった感想は、の答えは、幸せな気がしますだった。サナちゃんは俺に惚れてくれてる、確信した。彼女は今まで普通の人間であること以上に頑張ろうとしていた。だけどそんなものは彼女を幸せにはしない。等身大の女の子のサナちゃんに俺は今度は無理やりではなくキスをした。携帯がメールを受信したんで、こっそりとポケットから取り出して開く。 H 先輩からだった。タイトル、5枚目の写真は何だ。俺は笑いながらサナちゃんに告げた。君の写真を送ったんだ、ついでにデートしましたって。たまには先輩を悔しがらせてやらないと。メールを開く。 H 先輩の本性が現れた文章でこう書かれていた。バカ野郎、君の悪いもん送ってくるんじゃねえよ。
慌てて送信済みのメールを開くと、5枚目には折れた大樹の横にぼんやりとした金色の人型の光が映っていただけだった。被災地から戻る途中でサナちゃんをバイト先に降ろし、俺は会社に戻った。 H 先輩はもう用はないと言ったが、さすがに画像を送りっぱなしで無関心にはなれない。採用した写真とゲラ釣りだけを見せてもらって勘を少し取り戻す。そうそう、この工程が一番好きだったな。それから不採用の画像を消去してくれと頼んだ。後で勝手に使われないための予防策だが、俺にそういう知恵がついていたことを先輩は嘲笑した。5枚目の画像を処理しようとした H 先輩の手が止まる。お前、この前の肝試しの後、ちゃんとお祓いに行ったのか。真面目な口調だったのでつい受けた。 H 先輩からそういう非現実的な言葉を聞くとは思いませんでしたよ。行かなきゃまずかったですかね。俺には関係ないから返事はできんな。お前が決めりゃいい。自分から話し振っといてなんだよ。 H 先輩は削除ボタンを押し、異変の痕跡を消し去った。また連絡する。俺の番号着拒にすんなよ、と皮肉る先輩。そういえば昔はそんなこともしたな。